はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説の DS バージョンを今回からやっていきたいと思います。まあ、あのね、サガ30周年記念ということで、まあ、本当はね、サガ1からやっていきたかったんですけれども、あのサガのゲームボーイバージョンのサガ1、サガ2、サガ3のね、コンプリートボックスが12月くらいにスイッチで出るようなので、まあ、それはそれで、やっていきたいと思いますので、今回は DS のサガ2をやっていきたいと思います。まあ、ニューゲーム久々なんでね、触りはちょこっとやったけど、もうさっぱり覚えてないわ。秘宝、世界を作った古き神々の残していった遺産、それは素晴らしい力のシンボル。秘宝をめぐって多くの者が争い、ある者は秘宝を手にし、またある者は破れ去り消えていった。そして今、新たな戦いの物語が始まろうとしている。まあ、物語的にはね、もちろんリメイクなんでこっちの方が深いんですけれども、主人公選択、まあ、全種類使っていきましょう。種類は人間で男女、エスパーで、男女、あとメカとモンスター、4種類あって4人仲間が、いるんで、まあ、全種類1種類ずつ使っていきたいと思います。で、主人公はまあ無難に人間男、モデルタイプ1だな、普通に。カラータイプもう1でいいやん。で、名前は例によってミカミックス、小さくするのは Y、ミカミックスと OK で、下画面もね、小さめではありますけど、映していきます。このキャラクターでいいですか？はい。ミカミックス、ミカミックス。いや、まあ、名字っぽいけどさ。名字で呼ばれんの？まあ、名前か。名前を決めてください、だから。父さんか。何？父さんは旅に出る。預けておきたいものがある。もう寝るな。まだ眠い。よく聞け。秘宝精霊の鏡。アビリティ秘宝探知。これは誰にも渡してはいけない。またどっかへ行くの？母さんを頼む。早く帰ってきてね。わかった。元気でいろよ。早くの基準がわかんないよね。数年間はいないからね、こいつ。3日とかで帰ってくるっていう話じゃないから。なんで父さんっていつも窓から出てくんだろう。これなんだろう。時は流れ、ミカミックスも成長した。母さん、言いたいことははっきり言いなさい。父さんを探しに行きたい。いつかこの日が来ると思っていた。お前も父さんに似て冒険好きだから。母さんのことも心配。一人っきりで大丈夫？大丈夫大丈夫、仕送りしてあげるよ。私のことよりお前の方がよっぽど心配ですよ。父さんみたいにすぐ無茶をするから。行ってきなさい。母さんは元気だって父さんに伝えてちょうだい。さあ早く来なさい。先生にもご挨拶していくのよ。父さんと一緒に帰ってくる。先生、そうか、行くのか。それならば話しておかねばならんことがある。世界は古き神々がお作りになられた。
これは知っているな。はい。その遺産は多くの秘宝として世界中に散らばっている。お前が幼い頃父上から預かったもの、それも秘宝の一つ。77個集めると女神の像になるらしい。秘宝はそれぞれパワーを持っている。その力を使って自ら新しい神と名乗っている者さえいる。なぜそんなものを父さんが？父上は女神の像を集めていた。秘宝を悪用しようとする者に渡さないために。正義の味方。まあそんなところだ。父上を探すならば秘宝を頼りにするといい。お前の持っている秘宝、精霊の鏡は同じ世界にある秘宝の数を教えてくれる力がある。それをうまく使いなさい。ありがとうございます。秘宝のこともいろいろ調べてみます。ミカミックス行っちゃうのか？俺も連れててくれよ。私もミカミックス。先生どうしましょう？信頼できる仲間がいるのは良いことだ。3人だけ選んで連れて行きなさい。1人目の仲間、これはエスパー。エスパーはまあやっぱ女性だよね。エスパーガール。モデルタイプ1、2、3、4。1だな。カラータイプ。カラータイプは3にしようか。で、このエスパーは、まあ、誰を連れていくかっていうと、まあ、やっぱり旅に必需品なのが愛人。愛人を連れていかないとね。一人旅とかマジ悲しいかな。で、二人目はメカ。メカどうしようか。メカモデルタイプ3がいいんだよね。カラータイプはまあ1でいいや。まあちょっと使い物になるかはわからないけど、ガラクタも持っていくか。で、3人目がモンスター。で、モンスターはね、多分ミニドラゴンが使いやすいと思うんだよね。炎の全体攻撃があるんで。で、このモンスター自体は、まあ、うちのペットなんで、ペットも連れていきましょう。いい旅だ。愛人連れて、ペットも連れて、ガラクタ持ってくっていうね、理想的なパーティー。まず北の洞窟を抜けて町まで行くと良いだろう。行ってきます。先生に話そう。気をつけてな。だけちょっとね、アングルがでかいよね。宝箱が下の画面で1個みたいな感じで書いてあるけど、これ宝箱なのかな。秘宝じゃないよね。なんかわかんねえ。まんべんなく探そうとすると、うわ入っちゃった。故郷の町、名前がそんなんなんだ。町自体に名前はついてないの。早く帰ってきてね。家に入ろう。友達の家。ミカミックスちゃん、うちのガラクタを頼みましたよ。うん、まあ捨てないでおくよ。アイテムはないね。家は4つ。多分自分の家と仲間の家なんだろうな。北の洞窟を抜ければ外の世界。外の世界っていう表現が何なの。ここの町は隔離されてんの。友達の家、骸骨だ。ペット、夕飯までには帰ってくるんだよ。骸骨の親からミニドラゴンが生まれたのか。父さんを探しにミカミックスも大きくなったね。うちの父親、仕送りしてくれてんのかな。お母さん一人で育てるのは大変なんだよ。外の世界で何かが起こっている。愛人も行くのか。しょうがねえ、行ってこい。こいつを持ってきな。ポーションを手に入れた。やった。そりゃ愛人だからね、ついてくるでしょう。しかもポーションくれる。さすが愛人の親、分かってるね。公認の付き合いだからね、愛人とは。
で、うちの家。みんなのことも考えて行動するのよ。ゆっくり休んできなさい。ここはタダで泊まれる。奥とか。両親の部屋。ベッドは2つか。で、2階が俺の部屋。自分の部屋。なんか特にあるわけではないね。じゃあ町から出ますか。町っていうか村。地図上のこのびっくりマークのところに行くとイベントが起きるっていう感じかな。待ちなさい。やはり私も一緒に行こう。先生が仲間になった。外へ行く前にいくつかアドバイスをしておこう。外にいる敵と接触するとバトルになるから注意しなさい。その時近くに敵がいるとバトルに参加してくることがある。敵の数が多いと大変になるから周りをよく見るようにしなさい。カメラ回転ができる。バトルで使う武器や能力は使用回数が限られている。ちゃんと考えて使わないと何もできなくなってしまう。他のことをもっと知りたいときはメニューボタンでメニューを開いてスタートボタンを押しなさい。私がいる間はいろいろとアドバイスをしてあげよう。仲間から話が聞けるようになった。じゃあ行きますか。地図的にはちょっと北を上にしたいな。下のミニマップと自分の行動を連動させたい。で、周囲を見るときだけこう回しますか。発煙筒3体今で、ロングソードで、弓デリンジャーが強いんだよね普通に。先生ファイヤーで骸骨ファイヤークリティカル。弓も結構攻撃力が高い。痛い。あとでクラフトめちゃくちゃ食らう。デリンジャーミスった。で、ロングソードはね弱い。あと爪もね弱い。でミニドラゴンは完全にもうこの役だよね。溶かしとこう。99円。ちょっと回復させよう。あと能力も確認しておく。先生ヒットポイントは185。スーパースライムって書いてあったけど普通のスライムではないのか。能力的にはミカミックスが力6、魔力3、素早さ5、防御3で、4653、6056、5625で、先生は18、19、15、18。強いね、スーパースライム。3倍くらいは強い。各ステータスのマックスの3倍くらい強いって考えるとめちゃ強いんだな。強盗が3人いる。治安が悪い。大丈夫かここ。先生が警察の役目も兼ねている。ファイヤーで焼き尽くす。犯罪はいかんよ君たち。こっちが強盗だよね。強盗を倒してさ金奪ってさ。これも人型っぽいな。強盗しよう。カーモだな強盗よ。貴様らが強盗するつもりだったのだろうが、それは逆なんだよ。燃えろ。能力上がらないね。てか先生が動いてるからかな。自分とかも攻撃しないと能力上がんないのかな。ここは3体。このパターンは多分大体全員攻撃するから、モンスターはまあ攻撃しなくてもいいんだけど。177。クリティカルにはならなかったね。いや戦って強くなるタイプは人間とエスパーだけなん でメカは装備をくっつけて強くなる。モンスターは肉を食って強くなる。結構敵が出たら
即戦闘になんな。パン屋の回数が結構減ってきた。溶かすに切り替えるか。痛い。30とかめちゃ食らうな。2発食らったら死んじゃうからね。これさ、先生いなくなったらきつくないか。先生がいる間になんとかステータス上げをしておきたいけど、毒いらない。エスパー覚えたいのがまずケアルだね。ケアルとあと攻撃の魔法、ファイヤーとかブリザードとかサンダーとか、そこら辺合同一体。これは溶かすか。溶けろ強盗よ。超苦しそう。敵の音がした。ジャガー一体だったら溶かすで終わるんだよね。何もしないってあんのこれ。あ、あった。何もしない。ちょっと鍛えよう。鍛えられるかどうか分かんないけど、先生の出番はいざとなった。何もしない。先生を見守る、そういう役。バキたち強い。ミス。ペットいけ。ゼロ。マジか。足軽強えな。ここは先生の出番だ。もう一回ずつ攻撃したからいいでしょう。溶かそう。消え去れ。よし、力が上がった。オッケー。最大ヒットポイントも上がった。でヒットポイントはね、常に最大に保っておきたい。あ、愛人ヒットポイント上がってる。結構上がってんな。強盗、強盗多すぎだろここの周り。いって、ゼロ。痛くなかった。撃ち抜かれた。強盗にふさわしい末路だ。宝箱は回収していきたいんで、ちょっと見ます。あ、これはチェインしたな。いっぱいいる。いや、強盗だらけだ。どうする？炎、デリンジャー、炎で、先生はこっちの3体を倒しちゃおう。強盗、行動が早いね。無駄だけどね。ガマが攻撃してくる。痛い。デリンジャーパンチがクソ弱い。強盗雑魚だな。ペット行け。お前の炎をお見舞いするんだ。いいね。よし、ポイントアップ。肉、ジャガーの肉どうなの。パンチを手に入れた。でブロンズの盾、ポーションで、ブロンズの盾はその防御力が上がるってわけじゃなくて、戦闘中に使って防御する感じっすね。だからどうしよう、ガラクタに飛びさせるか。でメカの特性としては、まず装備をすることによって何でも装備できます。装備をすることによって能力が上がる。であと装備したものについては半分になる。なんていうの、使用回数が。でも宿屋に泊まれば回復するんで、貴重なものとかをねメカに装備させれば永遠に使い回しができる。あと外す時も半分になるんで、まあ、最悪4分の1で
なんとかやりくりはできる。そんな感じ。一人ずつ倒していこう。ここはなんか溶かす。一体溶かして。弓、ミス。ミスが多いな。ロングソード弱い。こいつの爪も弱い。ゲームボーイ版だったらみんなももうちょっと強かった気がするんだけどな。少し弱体化されたか。愛人が死にそう。特にヒットポイントが上がることもなく。でガラクタはだからヒットポイントが9増えてる。ブロンズシールドを装備したことによって。やっぱ基本の数か、これ下にあるやつは。よくわかんない。このパターン結構あるね。デリンジャーで倒して溶かそう。骸骨溶かせるかな。うわ、やっぱ耐性がある。骨だから硬いんだな、溶けるまでが。カルシウム、オッケー。デリンジャー、じゃあ食らうとさ、めちゃ食らうから。まだ大丈夫でしょう。先生は意外に攻撃回数が少ないな。攻撃できるか、スリプルとか微妙。骸骨の肉が落ちている。どこに肉があったんだあいつ。骸骨の肉って謎部位だな。謎肉。これも強盗系か。強盗、まあ、強盗はクソ雑魚だからね。ちょっと先生を投入するまでもない。ミス強い。打ち抜け。よし、力勝った。これはこっちから上に登って、まあ、敵全部と戦ってたら多分先生の攻撃回数がなくなっちゃうからね。あ、足軽がいる。足軽マジ強いんだよな。弓デリンジャーで骸骨打ち抜けるのか。炎を使った方がいいかもしれないけど、ちょっと足軽溶かそう。溶けよ。生きてる、強い。いけ、これで倒せるでしょ。ガラクタのデリンジャー、やはり骸骨は何に弱いんだ。炎には確実に弱いけど。よし、最大ヒットポイントアップで、最大ヒットポイントアップ68から76。ゴブリンの肉いらない。愛人も57から67になってるから10くらい上がるね。めちゃくちゃ上がるじゃん。北の洞窟、さらに先。ジャガー、ジャガーもちょっと先生の出番はないな。デリンジャー10くらいになってきたらちょっと控えようか。ガラクタを攻撃しなくても別に能力は関係ないからね。スリプル、なんやねん。どんだけスリプル好きなの。攻撃魔法か回復魔法的なのが欲しい、マジで。一応炎を最初からね持ってるっちゃ持ってるんだけど。待って待って、デリンジャーをこっち、いつものパターン。骸骨は溶かせる。ヒットポイントが低いから大丈夫。強い、デリンジャーマジで強いわ。いや、弓も意外に強いよね。そう考えると主人公、人間男はいっちゃ弱い。あ、ここはゴブリン、サンタ、シープル。炎を使っとくんじゃん。一回ファイヤーでゴブリン3体。いいね。愛人の弓、デリンジャー、またスリプル。代わりにスリプルを忘れた。どういうことだ。
エスパー女大丈夫か。あ、やべえ、これチェインするわ。チェインした方がなんか能力上がりやすいとかそういうのあんのかな。一体ずつ確実に始末しよう。で、デリンジャーでこれで、内村下の方のファイヤー、結局ね、戦闘速度回避できるんだよ。ミスった。デリンジャーはじゃあ結構後ろ見てるけど大丈夫。これさ、死んだらどうなるんだっけ、蘇るんだっけ戦闘後に。危険があるけど普通に行こう。ケアル使っちゃおう。ここでケアル回復、118回復するんだ。肉三勝負の肉か。弱くなるのだけは勘弁だからね。どこで肉を食わせるか。先生のケアルがなくなったら回復手段がポーションだけになっちゃうから、町に行ったらポーションは買い込んどこう。ちょ、1個買えば4セットはあるから。宝箱、弓、バトルハンマー、どうしようかな。ちょっとガラクタ君、デリンジャーが亡くなった時のためにバトルハンマーとか力攻撃かける6とか、あ、そういう感じか。で、弓は攻撃力が決まってる75で、パンチは技攻撃4。技って何、素早さが関係してくるのかな。素早さちょっと上げたいからな。弓装備させるか。で、デリンジャーは銃120に強え。さすがにデリンジャー強えな。で、力だから、アビリティになっちゃったな。装備、ウカミックス、バトルハンマーで、ロングソードは76。え、バトルハンマーの方が弱えわ。さらに弱いじゃん。じゃあバトルハンマーいらなくね。で、ここにボスがいます。大したボスじゃないんで別にセーブもしないでいきます。ラムホリンクスてか、どう考えてもバトルハンマーの方が強そうだけどね。あ、カテゴリー斧なんだ。力任せに殴るだけで武器になる鉄塊。んー、どうしよう、なんか飛んでるから、でもこれがいいな。で、デリンジャーで撃ち落とすでしょ。炎効くかな。で、溶かそう。ガラスタンデリンジャー、ザコ66キロ、何も上がらない。爆発した、モンスターが爆発した。ミカミックスよ、ここまでだ。私は村を守らねばならない。強盗がいっぱいいるからね。でも先生がいれば強盗なんてただのザコだから。この先わからないことがあったら私の教え子を尋ねなさい。きっとお前たちの助けになるだろう。最後にもう一つだけ。ここから少し歩いたところに旅立ちの町がある、その町の近くにびっくりマークがあるから、暇があったら立ち寄ってみなさい。きっと何か新しい出来事が起こるだろう。頑張るんだぞ。はい、ありがとうございます。父を見つけて帰ります。さよなら。というところで、じゃあ北の洞窟を抜けたので今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローしていただければ幸いです。